留年したからそれあんヤッホー、さくらです。コロコロアンコロです。はい、ということで本日はチアーズの専属モデルオーディション、はい、チアーズ枠のはい2人がね2名今日来てくれるということで、今日はその2人にドッキリを仕掛けていきたいと思います。オーディションだけでね全然緊張してると思うのにドッキリなんて本当に申し訳ないことをしてしまうんですが、悪いやつですよね。いやなんでしょう、解散が考えたいなかい。今回はありもしない嘘をどんどん暴露していったらどんな反応するのかというのを見ていきたいと思います。じゃあちょっと5つのね嘘をついていくので、それをちょっと発表していきたいと思います。まずさくてぃんさんが留年。しかも私動画出してるからさ、そうですね、終わって卒業できましたって、あれ本当ですよ、本当に卒業できてるんだけど、個人の YouTube も嘘ってことにしたいと思います。そして私が「連もの誰かと付き合ってるドッキリ」、イエーイ。これはチアーズの子たちに誰か好きなメモいるって聞いて出てきた男の子を彼氏にさせていただきたい。アドリブ力が結構かかってるね、これは。すいません、メモの方。そして私が最近うんちを漏らした。もうリアルな話。いや違いますよ、違うんですけど、まあちょっとここもリアルに、リアルにさ、これが結構ね意外と一番難しいと思うのよ。そうですよね。そう、急にこの話ぶっ込むあれも難しいから、そこはちょっと後で作戦考えながら。そうですね、頑張っていきましょう。頑張ろう。ちょっと笑っちゃうかも。次がポップティン TV やらせ。はい。レイレイに仕掛けたやつを。ここでもう一回話そうと思う。でもなんか先輩から言われたら信じそう、これは信じそう。そうですよね、普通に。そして最後が実はさくてぃん結婚しますということで、相手はガイさん。カメラマンのガイさんが、光栄でございます。はい、本当にこれが結構バレポイントになるかなと思います。最後のが頑張っていきます。頑張っていきたいと思います。頑張って騙しますぞ。せーの、レッツドッキリ。違う。せーの、レッツドッキリ。ちょっとダサくないですか？ダサい。お疲れ様です。お疲れ様です。中学2年生。はい。びっくりしちゃった。中学2年生に見えない。うん、見えない。なんか喋り方がお上品で。お上品すぎる。マジで。本当に。うん。え、高2？いや、同い年。同い年だし、私。え、次高3？そうです。私も次高3。留年したから。もう一回さ、高3なんだよね。でもまだティーラさんに入れてない。留年したらだってポップ、もうポップ入れないよね。ポップの留年ダメなの。留年ダメ。そうなんですか。今はもう留年ダメで、そうクビだよね絶対。多分クビ。だからマジ言えないの。YouTube に。うん。あれは嘘です。実は。あれはマジ全然留年。そうなの。レポートがね、マジ悪い。動画見られてるのに申し訳ない。普通に。でも2人恋してんの？してないんだ。今いるメンバーで好きな子とかいる？タイプに近いでもいいよ。メンバーもわかんない。いや、わかります。C って言うなら。いるでしょタイプ。絶対いるじゃん。誰だと思う？なんかイメージはハルくん。ああ。ハルくん高い。ハルくん高い。誰が？もういないんですけど、ふみやくん。ああ。マジでそういう犬系。うん。でもそしたらハルくんも結構犬ですよね。キモなんか出るってハルくんの名前で。別に。てかハルくんがさ、YouTube でさ彼女いるって言ってるの知ってる？あ。知ってる？それあん。年下だけど、でもちょっと長いよね。結構長いですね。はるくんのことさ、やっぱ第一印象でさ、かっこいいって人多いやん、なんか心配にならない？うちでもなんか実際会うとちょっとバカすぎて、おバカすぎてみんな結局なんかまあね、なんだこんなおバカなんかってなりそう。知らないですよね。かえさん、あいだ。え、今の話聞いてました？あ、なら。女子話してるんだ普通に。いや、恋話してるんだ、邪魔しないでください。あんまり聞かないでください。もうなんかびっくりしすぎじゃないの？口が開いちゃってる。YouTube とか見る？ポップティ。見ます。見るんだ。でもね、ドッキリとかが多いのよ。無茶ぶりとかもう全部やらせだからさ、もうめっちゃもう演技力って感じ。そのドッキリを頑張るっていうよりかは反応頑張る。なんか反応頑張る。おならのやつとか全部見たおならのあれも全部やらせだよ。あと喧嘩ドッキリとかさ、だからうちは仕掛けられる担当、リアクション向けで、仕掛ける担当はマジでね、多分私結構仕掛ける側が多い。仕掛ける側が多い。うち演技できる人はね、どっちもできるからいいよね。どっちもできそう。演技確かに興味ある。ポップ来てなんかめっちゃそこ上がりました、演技力みたいな。演技力っていうか、なんかそのもうなんかさ、何回もやり直しさせられない？なんかわざとらしかったらじゃあもう一回やってくれるみたいな。今日はこの撮影しておしまい？はい。あ、そうなんだ。もうずっと緊張したでしょ？緊張する。入ってきてからわーってなりながら。どうしよう。そうだよね。だって私ももう緊張するともううんち漏らしちゃう。ねえ、ほんまね。ハワイ行ってたの、仕事で。あんちゃんもいたんだけど、2日目漏らしたよね。なんかめっちゃ緊張してて、でお腹出してて、お腹も冷えちゃって、もうずっとやばいって言ってたのに誰も助けてくれなくて。まああれはちょい漏れだったから。ギリ。ね、引かないでね。あ、面白い。でもさ、ギャップ萌えだったわ。逆に。うん、ギャップ。本当に。なんか。赤井さん。今の私の話聞いてました。聞いてたけど、別に驚かない。なんで？ちょっと待って。すごいね。仲いい。もう少し。じゃあ。ずる。あんちゃんも行きたいって。あんころはごめんなさい。りょうくん最近しつこいんだよね。ちょっとりょうくんってやめてくださいよ。会社の内見中にデレデレ。びっくりしました。付き合ってんの？ガイさんと。え、そうなんですか？知らなくて。え、編集長も知らなかったですよね。みんな知らなくて、あ、今知ってるけど知らなくて、なんかビデオルめっちゃ一緒に乗ってるみたいなので話題になってて。でもさ、絶対バレないからね、それ。でもマジ最近2週間、1ヶ月経ってない。まだワンマースじゃない。あんまいいな。仕事だよ。削除。やめてくださいよ。でもさ、今さ、もう結構今日いろいろ言っちゃったじゃん。だけどさ、さっき話したこと全部さ。ねえ、さくちゃん。え、どこまでが嘘ですか？最初からだよ。くんポップティーンやらせじゃないです。うんちも嘘です。うんちだけ本当です。違う違う。あと最後がぶっこみでガイさんと付き合ってるってやったんだけど、え、全部信じた？まるまる。え、すごいしピュアな子たちでピュアすぎる。え、本当にハルくんも本当にごめんなさい。マジで知らないです。こういう感じです。ポップティーン TV のドッキリちゃんとやらせじゃないんで。ガチでしょ。ガチですから。留年はガチかと思いました。留年も嘘です。ね、ガチそうですよね。YouTube で出したのがほんまですわ。私ほんと途中早くネタバラシしたくなっちゃって、急にガイさんと付き合ってること言ってから、早く股間ときたいなと思って。だって結婚っていう歌でしたよね。ガイさんと結婚なんかですよね。あれさっき名字まで教えたのに。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした？一番信じたの？一番はでも最初の2つはめっちゃ信じました。留年の話と付き合ってる話は全然ありえちゃう。付き合ってるのはありえるから。じゃあさっきの彼氏が俺なの？でも最近年の差って結構あるじゃないですか。だから全然ありえんのかな。でも何歳か分かってなかったから全然ありえんのかな思ってました。あ、なるほどですね。彼氏でも似合いますよと。お似合いです。ありがとうございます。じゃあ今日は以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんにちは。静岡からのポップティーン専属モデルオーディションの最終選考に参加させていただいてます。中学2年生14歳のセラです。オーディション緊張とてもするんですが、自分をちゃんと審査員の方に見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは。ポップティーン専属モデルオーディションのチアーズ枠で参加しています。高校2年生17歳のジュリナです。今回ポップティーンのオーディションが3回目のチャレンジということで、今回こそは絶対に結果残したいですし、今までポップティーンから夢や希望をもらっていたからこそ、今回は私が専属モデルになったティーンのみんなに夢や希望を与えれるような、ポップティーンの顔になれるような専属モデルになりたいです。よろしくお願いします。また次の動画も見てね。バイバーイ。2人ともごめんね。今日も動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。ぜひ Web の方も無料なのでチェックしてください。さくらでした。バイバイ。次も見てね。